はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。今回の、ファーストテイクは、おどおどおデイ。はい、ということで早速プレイしてみようかと思います。で、リセット。おどおどおデイはね、先日コンプリモンスターコンプリワールドでね、読み込んだディスクでね、いつか挑戦しようと思ってたんですが、っていうか、まあ、なんだろうな、奥行き方向のバルーンファイトみたいな、違うか、バルーントリップみたいなね、感じのイメージで、まあ、若干いいかなって気がするんだけど、一応、コントローラーの操作なんですが、方向ボタンで、移動、まあ、画面のね、各方向移動。で、X ボタンで前へ一時的に加速。で、三角ボタンで、杖を振るから、これは、まあ、攻撃かな一応。あ、丸ボタンか。丸ボタンが攻撃かな。丸と×だけですね。はい。ということでね。まあ、世界観的には、で、あっちへこっちへ初めての風船冬、おどおどワールドの、挑戦をじくじくがすり抜ける、カリッジアクションゲームということでね、よくわかんない、ジャンルよくわからないんだけど、まあ、3D だからちょっと 3D でいろいろやってみようって感じの試みなのかなと思うんですけど、 IDC メディアスタジオって会社だからあんまりゲームソフト出してないと思うんですよね、プレステとはいえ。プレステって結構新規参入1本とかいうのも結構あるから、まあ、その類だと思うんですけど、はい。触ってみようか。やだよ。この本、もしかしてこの本のこと何か知っているの？前に長老から聞いたことがあるんだ。すごいよね、世界観的には。なんだろうな、まあ、でも多分スペースハリア的に奥方向スクロールの 3D のゲームを作りたいって、まあそんぐらいのニュアンスなのかなって気がするんですけどね。世界観っていうか、これは本の世界に入るのか。違うよね。森みたいなのがたくさん飛んでるのよ。こうなんかこう奥行き感。あ、本の世界に入っ、あ、違うか、あれ？本の世界から、本から光が出てきて、その光の中に吸い込まれていくって設定か。よくわかんないな。本の中入るんじゃないんだ。あー、で、本に入っちゃうんだ。そういうこと？なんかこのトゲのこう、なんか、この本、あれ？子供たちよ、旅立ちの時が旅立ちの時っていうの、それ結構怖いよね。ホラーしてるよね、この辺。あー、こんな設定だったっけ。なんかもっとほのぼの設定な気がしてたんだけど、怖えな。そしてお主たちにとって本当に大切なものを見つけるのじゃぞ。あのことを知るじゃろうてって、知る頃じゃろうてって、なんか怖えな。いや、なんかもう少しファンタジーのキラキラした感じのストーリーを思い出補正してたんだけど。まあいいや、ちょっとそんな先まで進めない気がするけど。一生友達を助けろということで、とりつつね、ファーストテイクだからね、どんぐらい、いや、どうだったかな。以前プレイしてた時の記憶はあんまないんだよな。こんにちは、僕ジクジク。
まず僕の動きを覚えてね。はい、覚えます。方向キーで縦に横に斜めにも動けるんだよ。よくこういうのミニゲームであるよね。あの Wii U のさ、あのなんだっけ、藤子 F 不二雄のあのボードゲームのあのミニゲームでさ、航空強行あったよね、確か。同じ方向へ続けて2回押すとたくさん動けるんだ。なるほどね。あ、これ今自分で動かしてるわ。これ1回目は短く押し、2回目は押したままにするといい。こういうことか。1回普通にこう押すよりはこんな感じになるってことか。普通を振ってこうです。これね、どこに攻撃してるかよくわかんないんだけどね。ため攻撃、ため攻撃ね。×ボタンを押すと加速するんだ。あ、こういうことね。これはあとは奥行きがどのぐらい今のね、僕の目に判断できるかってところだよね。スペースハリアの奥行きっていう、いまいちね、まあ何でもいいんだけど、あの飛び出す大作戦でもいいんだけど、なんかあの奥行きでね、こう、物を避けるっていうのはどうしても苦手でね。まあこんな感じでプレイをするということですね。いよいよ出発だということです。まだ動かしてない。あれ、まだ、あれ、これ攻撃、あれ、これ、これ敵じゃないの、これこれ攻撃当たんないの。あ、こっから先か。今の敵じゃないのか。これ何が敵なんだ。あれ、あれ、杖振って、あれ、これ何。あ、これはアイテムか。で何すんの、何すんのっていうレベルになってるんだけど。あ、取れなかった。奥行きがわからない。よし、敵倒した。ああやって倒すの、ね、いや、そうじゃなくてさ。いや、嘘、もう通り過ぎてた。通り過ぎてるこれ。通り過ぎちゃうのこれ。これ、それ取ろうよ。ちょっと攻撃も、結構近いところしか攻撃いかないのかな、これ。あ、そっか、そっか、そっか、そういうことか。あの、スコップの分だけなのか。いや、もしかしてこれ、風船減った？ちょっと待って、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 これ、あ、落ちた。そういうゲームだったっけ？そっか、これ、敵はあんま関係ないんだ。これぐるぐる回しといて、これ敵じゃないんだよね、だから。あれ、こんなゲームだったっけ。あれ、やばいな、全然記憶と、記憶でこんなだったっていうね。そっか。じゃあ、ある程度早めにこう、ポジション取っておかないと、気がつかないうちに通り過ぎてるな、これ。怖え。こんな感じかな。あ、通り過ぎてた。いや、奥行きもそうだけど、やっぱ場所が分かりづらいな。いや、違う。あれ？違う、あれ？よくわかんない、場所がわかんない。あー、じゃあ取れなかったー。あれ、こんな、こ
こんな感じでいいんでしたっけ。敵倒すときだけ大丈夫だな。敵を倒すとこだけ大丈夫だな。とりあえず慣れたな。そっかそっかそっか、ここ取らなきゃいけないのか。そんな近かった今。マジ？全然場所が、そんな近かった？さっきもそんな近かったんだっけ？いつの間に通り過ぎてた？いや、全然、近、奥行きが全然わかんねえ。これもう終わっちゃうよ。ちょっとプレイ時間短すぎだよ。せめて15分ぐらいやろうよ。これもうあと1分ぐらいで終わっちゃうんじゃない？やばいな。何をやってんだかね。あれ、こんなゲームだったっけ？っていうか、この横の移動もさ、こう割とこう位置関係やっぱ分かりづらいわ。このしかも風船とかで全部隠れちゃうしさ。参ったね、これ。あ、通り過ぎてるしさ。もう、なんで通り過ぎてんだよ。あ、取れた。あ、通り過ぎてるよ。通り過ぎてるし、もう、バシ。あれ敵はどうなったの今。もう全部行ったか。よし。こんぐらい？取れないのそれ。マジですか。これは大丈夫なんだけど。これ次場所がよくわかんないんだよ。とりあえずこんぐらい避けとくか。で次こいつが落ちてくるのか。こいつ落ちてくるからわーっと避けて、こっちに避けて、で真ん中のあたりに、とりあえずあれがバーッと出てくるんだよね。だからそれも避けて、あ、そうか、こういう時にあれか、×ボタンの加速使うのか。いいよ。見えねえのに、随分意地悪だな。見えねえ、そう、そんななの。これ位置関係ほんとわかんねえな。やべえ、これちょっと 3D ゲーム、嘘だろ、あれ当たるの？当たるんだって。当たるんだって。これちょっと辛いな。なんかこれ緩くプレイできたら、なんか今度もう少しこうねえクリア目指してとかやろうと思ったんだけど、ちょっとねこれは僕はちょっとね無理です。はい、なのでちょっと休む選んじゃいます。はい、セーブしますか。いいえ、いやーちょっとね思ったより結構メルヘンチックな感じのキャラクターとかビジュアルに見えるじゃないですか。でもちょっとストーリー的にいきなり怖いし、こういうゲームだっていう記憶になかったんだけど、もっとほのぼのしたゲームだと思ったんだけど、まあ、とりあえず今の昔クリアできたかどうかわかんないけど、今はとりあえずもうクリアできないというところでね、あと奥行きがね把握できないことが分かりました。はい、ということでね、皆さん挑戦ねしたい方はぜひねおどおどって探してみてください。はい、ということで、このチャンネルに応援いただける方はグッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、サキカンでした。